おい、シルク、あれを見ろよ。煙が昇ってる。誰かが焚き火してるのかもな。なんかうまいもんにありつけるかもしれないぜ。あんな場所でしないと思うけど、まあ気になるし、行ってみようか。 こんなとこにバギーが乗り捨ててあるぜ。妙だね。こんなところにバギーなんて。それにこれまだ新しいよ。新品？新品ってわけじゃないけど、まだそれほど使い込んでない。乗り捨てたってわけじゃなさそうだね。誰のなんだろう、このバギー。 男の子が襲われる！モンスターに！見たのか？どこだ？わからない。でも、どこかの水辺だった。
水辺か。でもなんだって急にまたビジョンが。もしかしたらこのバギーに触ったせいかも。よし、探そうぜ。この辺りで水があるとこを全部回るんだ。 あそこだ。無事か少年。あなた。自己紹介は後だ。ここは任せて早く逃げろ。はい。
行くよ。ない。お、いつでもいいぜ、シャク。 今なら連携でいける。ボコボコにしてやるぜ。 よし、これでもう大丈夫。助かりました。いきなり回路がショートしちゃってありがとうございます。回路は直したけど、エーテルも空になりかけてる。シリンダーさえ変えればすぐに動くよ。さてと、後回しにしたことから片付けとくか。俺はライン、こいつはシルク。よろしく。あ、僕は徐々です。 あの、お二人はこれからどこへ行くんですか？よかったら僕たちのキャンプへ寄ってってください。キャンプ？ええ、すぐそこです。どうする？寄らせてもらおうよ。この辺りにホムスのキャンプなんて何か事情がありそうだしね。そうだな。ジュジュ、道案内お願いしていいかな？はい。さっきのオアシスまで戻ると塔の形をした石碑が見えると思います。 まずはそれを目印に進みましょう。で、その先は？石碑のそばにある森の奥に小さな坂道があります。そこを降りた先が僕たちのキャンプです。よし、わかった。早速出発しようぜ。
どこに行ってたの? あなたまさかこの前話し合ったでしょ私たちはここで待つんだってでもジュジュ ごめん、カルナ。 その格好、まさかあなたたち防衛隊の生き残り? コロニー6は無事なの? みんなは? ガド! ちょっと待ってくれ、一体何のことやら? 僕たち、コロニー9から来たんです。 コロニー9ですって? モンスターに襲われているところを助けてもらったんだ。 ラインさんとシュルクさんとコロニー6の人じゃないのねジュジュを助けてくれてありがとう姉のカルナよ休んでいってもらおうと思うんだいいよねここで? そうねお世話になったみたいだしコロニー6、何かあったのか? 僕たち、コロニー6を目指してるんです コロニー6は… 私たちの故郷は、鬼神兵に占領されたわ。詳しいことは向こうで話すわ。ついてきて。 これはこれは。
1年前の大剣の渓谷での戦いで私たちは鬼神兵を退けた。その思い込みが強すぎたのかもしれない。コロニー6の防衛隊は接近する鬼神兵の部隊に全く気づいてなかったわ。空襲警報が鳴り響いた時にはもうコロニー上空に侵入されていた。人が食われ建物が焼かれ、私とジュジュは子供とお年寄りを守って脱出するのが精一杯だった。その後のことはわからないわ。僕たちのコロニー9が襲われた時と同じだ。あなたたちのコロニーにも奴らが？ええ、でもよくここまで無事にたどり着けましたね。オダマさん、防衛隊長とガドのおかげよ。ガド？本当だったら一月前に私の旦那になってたはずの人。君たちそんな顔しないでよ。ね、希望を捨てるにはまだ早すぎるわ。ガドは、みんなはきっと生きている。生きて戦い続けている。私はそう信じている。あの、ん？お二人はコロニー6へ向かうんですよね？ああ、敵討ちのついでにコロニーを取り戻してきてやるぜ。そんな大口叩いて。いえ、ラインさんとシュルクさんなら。あの、コロニーへ連れて行ってもらえませんか？僕も。ジュージュ、みんなをここに置いていくわけにはいかないって何度言ったら分かってくれるの？だけどカルナだって聞いただろ。奴らコロニー9にまで現れたって。それってコロニー6でのことが奴らにとって一段落したって意味じゃないの？だとしても、いえ、だとしたら余計このキャンプを危険にさらすことはできないわ。じゃあカルナはコロニーのみんなのことはどうでもいいの？白鳥すぎるよ。そんなに怖いのかよ、あいつらが。おい小僧。ラインさん、お前だって分かってんだろ、カルナの気持ち。言っちゃいけないことってのはあるんだ。僕、食事の用意してくるよ。俺言い過ぎたかな、シュルク。さっきのライン、怒った時のガドにちょっと似てたな。そうなんか？私たち小さい頃からガドに面倒見てもらってたの。私にとっては兄みたいな存在だったけど、ジュジュには父親代わりだった。叱る時はいつも小僧って怒鳴ってたのよ、ガドも。親父代わりになるほどの貫禄はないと思うけどな。俺、おいシュルク、まさかお前、うん、また見たのか、ビジョン。しまった、まさかジュジュ。バギーがない、あの子一人でコロニーシックスに。あいつ、急がなきゃ大変なことが起きる。何が起こるんだ？深い谷、炎が辺りを覆い尽くして黒い影が。ジュジュはあいつに殺される。あいつってまさかあの黒いやつか？うん。場所はコロニーシックスの近くか？わからないけど、多分すぐに追うぞシルク。ちょっと待って、一体どういうこと？
信じられないと思うけど、シュルクには未来が見えるんだ。未来？そんなことって。自分でもなんでそんなものが見られるのかわからない。でも確実にそれは起こるんだ。だから止めないと。ジュジュの身に何かが起こるっていうの？信じる信じないは勝手だ。だが俺はシュルクのおかげで何度も命拾いしている。わかった。信じたとまでは言えないけど、あなたたちにかけてみる。そう来なくっちゃな。カルナ、君は。何？いや、何でもない、うん、どうした？急いでジュジュを追うぞ。なんかラインに説得されるとカドに言われてるみたいなんだもん。逆らえないわ。なんだ、信用されたのは俺じゃなくてそいつかよ。ビジョンは告げていた。カルナもあいつに。けど今彼女を無理に止めることはできない。どうする？できるのか？僕も今度だってできるさ。やるんだ。よう。よう。これはこれは。
ヨーヨー何か用これはこれは。あら？
よう。Thank you.